はい皆さんこんにちは。今日はね、面積の計算方法について説明をしていきます。まず今回のテーマを確認しましょう。はい、定積分と面積の関係と書いてあります、えー。実はね、曲線で構成される面積っていうのは定積分で計算さ、計算できると分かってるんですけども、どうして定積分で計算できるのか、その理由を簡単に説明していきます。 まず曲線 C があります曲線 C があります曲線 C の方程式は Y イコール FX とします曲線 C Y イコール FX は今 X 軸の上側にあるとします曲線 C は X 軸の上側ねはいここにちょっと図が入れてありますはい曲線 C はこれです今指先が動いているところねここが X 軸ですね曲線 C は X 軸の上側にあるものとしますそしてね 曲線 C 上に点を取ります C 上の点ラージ P 座標は X カンマ FX としておきますそして X 軸上 X 軸上にもう一つの点取ります X 軸上の点を H として H の座標は X カンマゼロです最初から読み上げると C 上の点 P X カンマ FX と X 軸上の点 H x 軸まゼを取るです。はい、今この図の中にね、図の中に、はい、曲線 c 上の点 p がはっきり見えますね。そして図の中に x 軸上の点 h がはっきり見えますね。でもちょっと文字が小さいから確認します。はい、この点が c 上の点 p です。そしてこの点が x 軸上の点、ここに h と書いてあります。はっきり見えるかな？ここが h です。上が C 以上の点 P です。そして点 P と点 H を結ぶと赤い線分 PH がここに見えますよね。線分 PH がこのように書き込んであります。はい、ではここからね重要な話をしていきます。今線分 PH について説明をしましたけれども、この線分 PH は実は動くんです。線分 PH がね、線分 PH がどういうふうに動くかというと。 線分 PH が X イコール A からスタートして X イコール B まで動いていくんですじゃあちょっとやってみせますねいいですか線分 PH はこの赤線分ねこの線分 PH は動く線分なんですそしてどこからどこまで動くかちょっと、えー、指で指して確認しておきますここです線分 PH は X イコール A この場所からスタートしてここまで X イコール B までねここまで動いてくるんですちょっとこの指示棒でやっていますこの指示棒に着目して見ていてくださいはい線分 PH が今 X イコール A のところにいます X イコール A ねはいちょっと指示棒でこの指先から出てるところが、えー、線分 PH だと思ってください線分 PH ここにいますはい少しずつこう動くですはいここまで動かしたつもりね次また動いてきましたここら辺に来てるんです pH のちょっと手前ねそしてちょっと動いてはい、ちょっと伸ばしましたねはい、今これで赤い線分 pH とぴったり重なってますこの pH がまだ動いていくんですこういうふうにちょっと右に動きましたまた動きましたまた動きましたそして最後ねここまで動いていくのもうちょっとかな x イコール b のところまでここまで動くわけねそうすると線分 pH がここからスタートしていってスーっとこういうふうに動いてくるわけです そ今線分 pH がここからスタートしてシャッ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 とここまで動いてきたわけそうするとね pH がここからスタートでシャッ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 動いていくとここまで動ききるとすこの面積 S の計算はどのようにやるかというとここなんですよ。この 赤の縁赤で縁取った四角の中を見てください面積 S の計算はねどうやるか面積 S はインテグラル ABPHDX で計算するんですこのインテグラル ABPHDX の意味を説明していきますインテグラルの下端は A インテグラルの上端は B ですねこれはね線分 PH がここ A からスタートして A からスタートして B まで動いていきますよってことなんです面積 S は線分 PH が A からスタートして B まで動いていって線分がシャッシャカシャシャ,シャ積み重ねられて面積 S ができますよというそれをこの記号インテグラル ABPHDX で表してんですいいですか PH が A から B まで動くと 確かに pH がシャ,シ,ャシャッ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 と動いてって面積ですができてますよね。それは表す記号なんです。そして pH の長さいいですか？この赤い線分 pH の長さは点 P の y 座標。線分 pH の長さは点 P の y 座標がその長さを与えてくれますね。点 P の y 座標とは f(x) です。はい、ちょっと上を見てください。pH の長さは点 P の y 座標 f(x) なんです。 そうしますとこの pH の部分が赤の fx に書き換えられますと面積 S はインテグラル ABfxdx と計算していくわけですはい、fx の意味わかりました fx の意味は線分 pH の長さなんです線分 pH の長さがちょうど fx で与えられているわけでこれが曲線で構成される図形の面積の計算式になるんです インテグ s イコールインテグラル a b f x d x ね f x は何を表すかしっかりと認識してください千分 p h ね千分 p h の長さが f x という x の式で表されたその f x の式を定積分 a b f x d x で計算してあげると面積が計算できるわけですこれが定積分と面積の関係ですではね具体的にこの ポイントのところね、この赤の四角がポイントになるわけですけども S イコールインテグラル ABFXDX の計算を具体的にやって面積の計算に慣れていきましょうはい、例題を確認していきます直線 Y イコール X プラス1と二直線 X イコール1カンマ X イコール3 および x 軸で囲まれる図形の面積 S を求めようです。まずね座標軸を取って y 直線 y イコール x たす1と二直線 x イコール1と x イコール3そして x 軸で囲まれる図形の面積ねこれは簡単な図ですのでちょっと今回はその図をね綺麗な図でだ出して解説をしていきます。はいでは図を出してください。はい x y 座標平面があります。 直線 y イコール x プラス一がありますね。そして x イコール一という直線、x イコール三という直線、そして x 軸で囲まれる図形は何なのか囲まれる図形ね。気がつきましたよね。ただの台形なんです。台形の面積 S を求めろという問題なんです。確かにね、えー、と小学校や中学校の頃で台形の面積の計算やりましたよね。確か台形の面積は二分の一かける 上底プラス下底かける高さねそれで計算していけば台形の面積は計算できますでもこの台形の面積を定積分を使ってちょっとやってみますまずねはい、ここを確認してほしいんです

pH の長さって何でしょう pH の長さは点 p の y 座標点 p の y 座標つまりこれなんですよ点 p の y 座標とはこの y=x+1 イコール、X、1の x+1 という式ですねそして求める面積を s としますこの台形の面積がですねじゃあ s, s の計算開始しますよ S イコール インテグラルちょっと線分が動く区間ね線分が動く区間を確認してくださいね図を見てねこの線分 pH は1から3まで動いていくんですだからインテグラル 1, なんです pH の長さは今説明しましたよね点 P の y 座をつまり X +1 なんです。こうなります。 x たす1を積分するのは簡単でしょう。x たす1を積分すると2分の 1x 上プラス x ね。今回は x たす1をそのまんま積分して2分の 1x を足す3そして。 改革をつけて三一としました。じゃあじゃあこの計算をしていくとどうせ代入するのはこの x 次乗に三代入一代入という計算になります。次に x のところに三代入一代入して前回やった。 だい、えー、計算定積分の計算と同じくここだけ見て計算してます。x 以上に3代入1代入9引く1ね。そしてこの x に3代入1代入3引く1です。そうすると9引く8が9引く1が84になりますね。後ろが3引く1で2ですから6となります。ここの計算だけ注意してね。x 足す1積分した代入するときここだけに 三と一代入 x のところだけに三と一代入して計算結果は六となります確かにこの台形の面積を小学校中学校の頃習ってきたね二分の一かける上底プラス下底かける高さで計算すると確かに六になりますはい面積は確かに定積分を用いて計算できることが分かったわけですはい皆さん例題の解説はここまでいたしますよ はい、練習問題を確認していきましょう放物線 Y イコール X 次乗プラス2と二直線 X イコールマイナス1カンマ X イコール2および X 軸で囲まれる図形の面積 S を求めようですはい、グラフを書くのは難しくありませんよね Y イコール X 次乗プラス2放物線 X イコールマイナス1と X イコール2という直線もイメージできますねそして X 軸で囲まれる図形が 簡単に図示できるわけです。はい、では図を出してください。そう、今ね、えー、ここに登場する囲まれる図形はこの緑色、えー、きれいなグリーンに、えー、グリーンで出てますよね。これが求める面積の、えー、求める面積、えー、囲まれる図形の面積。この面積を求めたいです。じゃこの面積で、ね、求めるから S とまず打ってきますね。そして重要なのは、ね、この確認をやっておきましょう。 はい、なんで定積分で面積が計算できるかここだったんですよね曲線上に点を取りそして X 軸上に点を取ってどうしたか上の点が P 下の点が H ですこれをイメージしてほしいんですこのオレンジ色の線分をイメージしてほしいんです オレンジ色の線分 pH が -1 から2まで連続的にさーっと動いて図形囲まれる図形の面積 S が構成できるわけです。そして pH の長さはどこで見るか。いいですか。赤線分 pH の長さがいつも大事なんです。赤線分 pH の長さがいつも大事なんだよ。それは p の y 座標。ここですよね。p の y 座標。ここになるわけです。では定積分を用いて面積の計算を行います。 S S イコール1分はマイナス1から2まで動くわけですそして pH の長さは今回 X プラス2ですはいここねはい次乗プラス2を積分するときにはい前回の授業でやった方法をとっています。イコールカギカ 3分の 1X3 乗マイナス1にプラスカギカッコ 2X マイナス1に前回の授業で、えー、定積分の計算の工夫というところね話しましたよねすぐに X 乗にカギカッコつけてあげる 2, 2, 2を積分して 2X にカギカッコつけてあげるとはいあとはこれで計算を続行するとイコール 3分の1はいちょっとここのところね影になって見えなかったかもしれないと思うけどもはっきり見えてるかな x 二を積分して3分の1 x 乗をつけて出してあげてね鍵括弧をつける2の積分を行って2鍵括弧をつけるはいじゃあこの鍵括弧の計算は3分の,の3分の1の後ろの x の3乗に2を代入次に入マイナス1を代入して計算するといくつになるか。はい 2を代入すると8です。マイナス1を代入するとマイナス1でここ要注意ねこうなります。そしてその次はいここの x に2を代入します。引くことのマイナス1を代入します。こうなりますね。あとの計算ははいここ 8+1 で9。3分の93です。 そして後ろは二三が六ですね。三す六で九。定積分の式がいいですか。ここのところしっかり見てくださいね。面積を計算する定積分の式が立式できれば計算自体は難しくないですよね。計算自体は難しくないですよね。はい。つまりこの図から。 どんなものを積分するかが読み取れればいいんです。この図から何を積分するかが読み取れればいいんですよ。ちょっとこのねグラフと重なって、えー、見づらい部分がありましたけどまあ勘弁してください。はい、ではこれが練習問題の計算の流れです。しっかり確認できましたよね。はい、では練習問題の解説はここまでとします。 はい、今日の一番重要なポイントを強調しておきますこのような斜線部分の面積を求めるのに何を積分するかが大事なんです s イコールインテグラル abfxdx この fx はここの斜線部分の中に引いた線分の長さこれが fx です何を積分する式にするのかそれを図形から読み取るということが 一番重要なポイントになります。そこをしっかり押さえておいてください。はい、それでは皆さんこれで今日の授業は終わりにします。はい、お疲れ様でした。